久保さん。いやー、あれですね。今回テーマはですね、続けることの大切さ。続けることの大切さ。はい。これでいきましょうか。はい。まあ、あの、ファンを作るとか、商品を売るとか、あ集客していくとか、すべてにおいて、続けるっていうことが大事なのかなと思うんですけど、例えば、トヨタで車を買いました。じゃあ、トヨタが潰れたら、サポート誰に受けます 多分トヨタからサポート受けられなくなるので2、3に行くんじゃないですか <laughs> そう。だから続け、トヨタは多分100年ぐらいやってると思うんですけどすごくシンプルでなんか多くの人が非常に難しく考えてるんですけどなんか続けることが難しいのかもしれないでしょでも会社で働くことは続けているし歯ブラシ 寝る前に歯ブラシすることも続けてるしみんな続けられてることってあるんですよだその続けられてることが一個もないっていうことであるならば、まあ、難しいかもしれないです続けることが一つすら続けられない会社に行くことバイトにしに行くこと働くということを続けられなかったりとか歯ブラシを続けられなかったりとか寝るっていうことを続けられないとかうーん起きるっていうことを続けられないとかなんだ 歩くっていいうことを続けられないとかなんかめちゃめちゃ落とし込むといっぱい続けてるものってあるはずなんですよ。だからその一部にしちゃえばいいだけであってだってお金を稼ぐっていうことは空気を吸うのと一緒なんですよね。僕からするとお金を稼ぐ集客をしていく。うん。ネットで稼ぎたいんだったら集客しないとダメじゃないですか。うん本当 YouTube で稼ぐじゃあ YouTube で稼ぐためには何が必要なのか。 集客ですよね、えー。アクセスを集めていく。アクセスがゼロで広告収入もなんないし、えー、アクセスがゼロでネット通販、商品も売れないしってことで、じゃあ集客していくためには続けるしかないですよね。で、集客何のためにするのか、お金を稼ぐためですよね。じゃあお金がなければ飯食えないですよね。お金がなければ家に住めないじゃないですか。家買えないですよね。久保さんはあ家一括で買いましたけど、家一括買ったとしても電気代を一括では買えないですよ。 電気代一生分買いますすとかね無理じゃないですか、うん、いやどれぐらい使うんですかみたいなその毎月のその量がねでもそのうち電気の定額量って発生するのかな僕が知ってる限りではであの電気の使い放題プランっていうのは知らないですねまあ使い放題プランを加盟したとしても毎月の料金かかりますね <laughs> だから結局生きていく上でお金必要なわけですから手術するのにもお金薬買うのにもお金マスク買うのにもお金 だからまあ、生きるということは金を稼ぐ。金を稼ぐということは空気。空気を吸うということは生きること。だから、続けないといけないですよね。生きるということは。空気を吸うことを続けないと生きていけないじゃないですか。じゃあ、くあの息を吸うことを止めるじゃないですか。じゃあ、うん、10時間止められます、息を。息を止めるのを10時間続けたら <laughs> 死にますよ。てか、10時間持たないと思いますけど。窒息死ですよね。みんなだから続けてるんですよ。生きるために、何かしら。その一部ですよ。 本当にだから動画を撮るとかブログを書くとかやっぱりその空気を吸うレベルまで持ってかないとおてか逆に言うとそ楽して稼ぎたいってみんな言ってるじゃないですかじゃあ楽になるまでやれってことなんですよじゃあ楽になるまでやるためには空気のレベルになるためにはある程度の量をこなさないと、あのー、その楽にならないぞ。ですよ。 歯磨きって何回しました。今まで生き,てき生きてたら歯磨きって何回しました。その回数が空気になったわけじゃないですか。一番最初、口の中にね、歯磨き粉入れて、なんか歯ブラシぐちぐちやられて嫌がってたわけですよ。多分多くの子供さんが歯ブラシ嫌がると思うんですよね。なんか、あの、初めて口の中になんか苦いものとか、まあ最初甘いなんかそのあり、ま、僕、イチゴ味かメロン味なんかやってたと思うんですけど、なんだろうな。 いなんか人生で初めてやることってちょっと虚反応するじゃないですか多分すると思うんですよね、うん、歯ブラシなんか嫌だってウエウエみたいなでお母さんと一緒みたいなね大丈夫だよみたいな歯ブラシしてこんな楽しいよみたいな感じでやっていくと思うんですけど <laughs> だからそれでじゃあそのちっちゃい嫌,だいや嫌なことですよね嫌なことですら続けられてるじゃないですか 会社に行くの嫌だなっていうことですら続けられてるので、じゃあそれなんで続けられてるのかっていうと、ずっと回数こなしてるからですよね。だから続けるっていうことは、うん、生きることってことですね。まぁ、あ、ちょっとだいぶ深くなりましたけど、続けるということはもはや生きることであるということでございます。いってらっしゃい。